女王ミッキーの犬間に戦況一変、スポットライトはマリアに注ぐ。まずは女子王座奪還へ、ミッキークイーンの池井康俊調教師です。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。まずちょっとズバリと聞きたいんですが、はい、休み明けになったことは、はいはい、これ、はい、まあ、誤算と言っていいんですか。そうですね、一回エリザベス女王杯の前にね、一回ひとたたきはしたかったんですけども、うん、なかなかあのピッチが上がってこなかったんでね、まあ、誤算ですね。一回あの小型馬ですけどね、一回使った方がいい、たたき良化型なんでね、はい、まあ、戦績見てると、たたき良化型とは思えないぐらい安定してるんですが、だいたい初戦は取りこぼしてますね、はい、うん、まあ、取りこぼしてるというのはまあ2着ですもんね、そうですね、特にやっぱり、うん、あの感覚がいたり、まあ、デビュー戦とかになっちゃうとあの、まあ、レース感がないというか、あ、失われてそのゲートとかで玉出てしまうとしても、うん、一回使っていると割とスムーズに出てね、中段ぐらいの位置で取れるんですけど。さて、その誤算の部分を払拭できるだけの、はい、調教を課せられてきたかと思うんですが、うん、まあ、それを無理に取り返そうともしないんで、うん、あの現状でできることを今、やってるということですね、はい、あの最大の敵はやっぱりマリア・ライトと見ていいんですかね。どうなんですか、ちょっとあの他にもね、有力がいっぱい出てくるんでね、まあ、特にレースに臨みなんて どれか特に1頭だけね、うん、ライバル視するということはまずないんで、うん、18頭出てきたらあの他の17頭がやっぱりライバル、うん、はい、あのミッキークイーン自身は、はい、先生去年はもう JC に使われてるんで、はいはい、やはりそういうところのレベルに行ってほしいという、いう願望はありますけどね、はい、やっぱりあのなかなか厳しかったということでしたね、うん、となるとやっぱりこのまず上杯を一つ取って、まあ取れればいいですけどね、はい、まあ、久々なんでね、はい、まあ、あのベストを尽くしますけどね、はい、当日、まあ、競馬場へ多くの不安が詰めかけるかと思うんですが、はい、ミッキークイーンの先生がここ見てほしいというところあります。はい、そうですね、まあ、やっぱりいい時はあのケースやなんかもいいんでね、はい、まあ、その辺を見ていただければいいかなと。割とちょっとチャカチャカはするんでね、いい時も久々の時もね、うん、その辺は判断つきにくいと思うんですけども、うん、まあ、叩いて良化してくると本当毛づやも良くなってきますのでね、うん、はい、じゃあまずはこのエリザベス女王杯に向けて、はい、一言ファンの皆さんに聞いてください。そうですね、ちょっとあの秋そのステップレース使えなかったんでね、はい、誤算でしたけども、まあ、なんとかあの現状でね、ベストを尽くそうとスタッフ一同と頑張ってますんでね、なんとか復活劇をね、見届けてほしいなと思ってます。どうもありがとうございました。ありがとうございます。